はい、今回は日本国民の生活がギリギリの中で歌舞伎町タワートイレ改装というとことん無駄をした件、こちらについて考えてお伝えしていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、この歌舞伎町のトイレの件ですね、注目されているニュースなので、まあ、リスナー様も、まあ、ご存知の方多くいらっしゃるかと思いますが、こちらのニュースについてのまあ思うところと、でまあ、本当にまあ無駄だなと思うわけですよ。で、まあ明らかにおかしいことしかないと僕は思うんで、まあ、ニュースの内容になってるんで、まあ、そちらとですね、まあその解釈ということで、お話ししていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。東京新宿の高層複合施設東急歌舞伎町タワーで多様性をめぐる街づくりの象徴として設置された性別に関わらず使用できるトイレが改修されてなくなったと。男女別のトイレに代わる安心して使えない〇〇の温床になるという抗議が あったため、4ヶ月新たな試みが失敗に終わったと。だって、ね、使う前から反対の声が多かったですから。で、この多目的トイレに、まあ、改修して、注目されていたのは飲食店が集まる2階の個室トイレ、個室8個のなんか女性用2つ、男性用2つ、多目的トイレ1つがこの形に並ぶ設計だったと。で、まあ、ここにまずおかしいことがあるんですが、東急は国連の持続可能な開発目標 S〇〇 を掲げる、誰一人取り残さない実現を目標として開業時に設置していたということがあるんですが、日本ではこの、ね、SD〇〇 っていうのをよく出てますが、世界ではこんな言葉を全く使っていないですね。誰も使っていないと言っても過言ではありません。西側もこういったものを使っていないですし、BRICS もこんなことは使っていないです。こんなことを言ってるのは日本だけです。だからある一部のものの思惑っていう、まあ、ことだと思うんですね。でそれを理由に口実にこういうことをしていると。で、まあ、利用する人たちっていうのはトイレの個室の前まで誰でも入れることとか、手洗い場が共用だったため、女性がですね化粧直しがしにくい、男性に待ち伏せされたら怖いといったことが SNS で、まあ、話題になっていたと。で、こういったことを防ぐためにか、警備員を巡回させる 防犯対策を発表したって。だからこういったところでまた金がかかるわけですよ。人件費がかかるとかね。だからやってることが全く意味がわからないんですよね。今までの通り、男性と女性の、ね、トイレを分けておけば別にいいわけじゃないですか。で、まあ、いろんな懸念の声が まあ、あったにもかかわらず、ね、そのこう 女性専用エリア、男性専用エリア、多目的トイレに、分割する間仕切り工事に着手したと。でこの東急の広報担当者は、さらに安心して快適にご利用いただきトイレを目指して、改修工事を実施したと説明しているが、意味がわからないですからね。これまあ、リスナー様も近くに住んでらっしゃる方で行かれた方がいらっしゃるかもしれないんですが、まあ、僕はちょっと遠いんでね、行けないですけど、こういったトイレを、まあ、する前からこの LGBT に関しては多数反対なことがあるわけじゃないですか。で、言ってることがもう明らかにおかしいんですよ。誰一人、取り残さないとかって言ってますが、多くの人がそういったことに、反対してる。安心が全くできないわけじゃないですか。だから誰一人取り残さないって言ってますが、ほとんどの人が取り残されているという、その実情現状があるわけですよ。全く目的に対しても、まあ、成果も得られない。でこれほとんど言ってる人がいないんですが、僕こういうふうに、思うことがあるんですよ。実はこのね、歌舞伎町のタワートイレっていうのは反感が出て、別にこのね、まあ、作って頓挫してもそれでも別にいいと最初から思ってやったんじゃないかと思うんですよね。でなんでかっていうと、このトイレの工事のお金ですよね、これどっから出てるか分かりませんが、税金公金から出てる可能性っていうのも あるわけですよ。こう国のね、そういったものであるとか、そもそも LGBT 法がわけ分かりませんから。で、この歌舞伎町タワートイレ改装ということになると、工事に着手するんで業者が必要なわけじゃないですか。で、パッと見た感じ、やっぱり綺麗なトイレなんですごいお金がかかってると思うんですよ。だからおそらく、まあ、税金公金を使ったその、まあ、自民党の、まあ、友達同士、仲間同士が儲ける、まあ、そういった
税金搾取モデルに使われてるんじゃないかと僕はそういうふうに思います。そのようにしか思えないんですよ。だから自民党とかこういった LGBT を通す人間にとって、別にトイレがどうなろうどうこうなろう関係ない、多様性とかね、意味のわからないことを言ってますが、そんなことは全く、口実にしてるだけです。で、おそらくですね、もうこういうもう本当に無駄の無駄の無駄の極み、とことん無駄をしてですね、ちょっと財源がないから増税とか、わけわかんないじゃないですか。こんなことやってるからですよ。全く役にも立たないね。どうしようもないことをやって。だから、僕普通に思うんですけど、リスナー様もこういうの、このように思われる方いらっしゃるかもしれないんですが、こんなね、無駄な歌舞伎町タワートイレ改装とかっていうんだったら、その LGBT 法案を強引に通した議員いるじゃないですか。ほとんどが私多分強引に押し通すのに反対しなかったんで、そいつらがこのタワートイレ改装の工事費払えばいいんですよ。だって自分たちが賛成したんだろうって、それがいいと思ったんだろうっていう話なわけですよ。全く国民が望まない、そして国民が望まないその LGBT 法案を通してトイレを改装して、やっぱりトイレはダメでした。で、その工事費はわからないですけど、また増税とかっていうんでしょ。だからこれ、形を変えたまた税金公金搾取ビジネスの可能性があるんですよね。僕はそういうふうに思ってます。何もなくしてこんなことをその自民党の議員とかがやることはないと思うんで、当然他にも目的はあると思うんですが、一つはそういったこの工事を着手することによって、その業者が儲かる。その業者っていうのは当然自民党の関連する、そのお仲間たち、お友達同士がやるっていう、もう意味がわからないですからね、僕たちからしたら。で、ちょうどですね、また別の話、これにちょっと準ずる話があるんですが、SNS にですね、関心深い内容が投稿されていたんで、こちらの件についてちょっと考えていこうと思います。日本の議員の年収っていう、テーマですね。で、投稿されていた方がいらっしゃいまして、その内容が非常に興味深いんですよ。その方の内容っていうのはとても素晴らしいものだと思うんで、ここからお伝えさせていただこうと思うんですが、日本の国会議員の年収っていうのは4500万で、世界一であると。なんか文通費が100万円とか、そういう、謎の意味がわからないものもありますが、そういったものも全て含めて日本の国会議員の年収は4500万、世界一っていうことです。で、アメリカっていうのは初任給や時給は日本の2倍であると。で、国会議員の給与は日本の約3分の1程度っていうことなんですね。そう書かれてあって、で、やはりその方も思ってるんでしょうね。30年も国民の所得を減らし続けている日本の国会議員の給与が世界一って、日本って狂ってるなって本当に思います。だから国民のためになんて何もしてないわけですよ。国民のためを思うんだったら、別に世界と同等だったらいいですよ。ただそこに、また同じくそういったものの検証ということで出ていたんですが、このようなことが、なんていうのかな、出ていました。世界の、議員の年収ということで、日本の国会議員の年収4500万、世界一。アメリカは1570万円、カナダは1260万円、ドイツは1130万円、フランスは1000万円、イギリスは970万円、韓国は800万円ということが書かれていたんで、日本、世界一に議員の年収が高いわけですね。かといって日本の議員って全然仕事してないと思うんですけどね。日本の国益となることをしている議員っていうのを僕はほとんど見たことがないですね。僕が見てね、たまにこの話をお伝えさせていただきますが、山本太郎さんぐらいじゃないですか、日本のことを考えてやってるって。他にもいるのかわからないですけど、あとはほとんど売国奴であったり、全く、日本国民あるいは国益にならないことをしていると。で、この LGBT 法案だってそうじゃないですか。国民は反対してたのにもかかわらず、自民党あるいはですね、背後のその東丸、宗主国の、強引にこういったものを決めて、で、今度トイレも、工事して無駄でしたってね。こんなことばっかりやってれば、金なんていくらあったって足りないでしょうし、それでその都度その都度増税なんてしていってれば、日本国民がもう生活ができなくなる、そういった状態なんですよ。だから、僕たちにはね、できることっていうのは、選挙に行って一票投じることですから、日本国民がもうこの今の政治が明らかにおかしいと、そういうことをみんなで思ってですね、より良い日本を目指していかないと、本当にもう、本当に厳しいんじゃないかと。だからこういう、歌舞伎町のタワートイレ改装っていうニュース一つにしても、そのようなことを思いますということで、何かご参考になっていただけるものがあれば何よりですということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。